はい、三原舞依選手の演技を見ながらメモを取りながら、やってきますので、はい、どうする？どこまで Q マークがつかないかですね。トリプルルッツ、トリプルトルバイ決まりましたね。これはね、決まるんですよ、うん。まあ、基本的にその前半の4つのジャンプは決まるんで、舞ちゃんは。ダブルアクセルで決まりましたでしょ。前半は基本的に決まるんですよ、うん。でこのトリプルフリップがちょっと怖い。よし、トリプルフリップを仕留めました。トリプルフリップを仕留めてくれた、うん。でこの後サルコーですよね。サルコー緊張する、まあ、これ多分入れてくれると思うので、はい、トリプルサルコー。これね、トリプルサルコーの後の振り付け変えたんですよ。前のシーズンとはね、違う、ちょっと違くてね、うん。でそれでこの今スピンやってるんですけど、このね中盤のこのスピンのこのコンビネーションスピンとこね、うん、本当はなんていうのかな、スピリチュアル感じますね、うん。妖精が宿ってる感じ、もう曲と舞ちゃんがもう宿ってる感じですね、はい。ここのコンビネーションスピンは大必見ですね、うん。はい、こっからなんですよ。こっからやばいんだよね。正直言ってこっから僕きついです、見るのは。まずダブルアクセルトリプルトーから入るんですけど、これね、入り方ブラケットになってダブルアクセルいけ、よし、はあ、決まった。で次ね、トリプルルッツ、あー見たくない、無理、あー無理無理無理、来ないで、ちょっと待って、はいはい、頑張れ頑張れ、皆さんと一緒に応援ですよ。あ、決まった、あ、あ、トリプルループを見せるから、はい、はあ、やばいよ、ほいほいほい、ノーミス、ノーミス、ノーミス、さてやった、ちょっと待って、やばいんだけどノーミスじゃん、わあ嬉しい、これやばい、うわーやばめだこれ、あ、ここ好き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 、このステップのところ、あー無理無理無理、やばいこれ、うわーちょっと今日きつい、これ見んの、あーもう笑顔で滑ってます、もう笑顔で滑ってます。でね、公式練習の時にコレオシークエンス疲れちゃったんで、このコレオシークエンスきれいにやってくれると思いますけど、大丈夫ですね。いやもう多分もうこうね、ジャンプ以外のところでミスするってことはほとんどないんで、三原選手はね、だからもうこれもう大丈夫ですね。最後コンビネーションスピン、最後のガッツポーズのとこだけ一瞬ね見せますか。じゃあ多分ガッツポーズとこうやってこういう風に来て多分回るんで、多分ね、うん、多分こうガッツポーズした後にこうやってくるくるくるって回るの、そこだけは皆さんと共有しましょう。はい、レイバック、ヘアカッタースピンから、はい、ガッツポーズはきたーわー、来た来た来たいやー、これは嬉しい、これはちょっと嬉しいですね。はい、すみません、ちょっと今日は嬉しいっていうか、はい、こういう感じのね動画になっちゃったんですけど、うん、嬉しい。やっぱ後半緊張しますね、どうしてもね。三原舞依選手はやっぱ前半はもう本当にこのプログラムでミスしたことないと思うんで、まああんま緊張しないで見ることができるんですけど、でも後半のダブルアクセルトリプルトーカートリプルルッツはめっちゃ緊張するんで、いやー参ったな、参りましたね。Thank you.
嬉しい、嬉しい。でもこれ連戦ですよ、皆さん。連戦。連戦、まあ、スケカナの時と、まあ、ほぼ今、同じ質の演技をしたわけですね。で、スケートクラブの時のフリースケーティングは、要はその Q マークですね。まあ、ジャンプで、まあ、ジャンプの回転がギリギリのマークがあったわけです。なかったんですよ。で、これ、祝、Q マークゼロということで、よかったんですけど、まあ、今回も果たして Q マークがないのかどうか、これはプロトコル表を見て、後で皆さんと、皆さんにお伝えしたいと思います。いや、でもそれにしても本当に良かった。まあ、先ほども今言ったように、その連戦の疲れがあった上で、この演技ができたっていうのは、まあ、本当に、もう本当にこれちょっと、もう次だって、もし、まあ、多分グランプリファイナルはきつい、ちょっと分かりませんけども、でもその全日本選手権前にね、この演技はちょっとね、感動です。で、これから得点出るんですけど、そこも皆さんと注目なんですけど、どこで注目してほしいかというと、まあ、スケートカナダでは技術点が76点出ました。で、プログラムコンポーネンツが70点ぐらいだったと思います。だから、この技術点が同じく76点ぐらい出てくれれば、ちょっと本当もうオリンピックコースですよ。もう本当に、いや、もう煽りでも何でもなくね。で、もし73点とかなってたら、まあ、多分9マークとかつけられちゃったのかなと思うんですけども、75点超えてたら、これはね、もう本当にね、もう考え、あ、もう本当オリンピックコースですよ。だって、ショートもフリーもノーミス、スケートカナダから、このスケートイタリアまで全部ノーミスですよ。これすごい。あ、点数出る。出る点数。はい、点数、ちょっと点数共有しましょう。あー、77点。77点。あー、やったー。77点。ちょっと待って、やばくない？ 214.95 だって、合計。これメダル目指してるかもしれないですよ。やったー！うおー！77点ってスケートカードよりいいっていうね。ちょっと、今日だけは許してください。はい、一旦動画止めます。